わざわざ君です。さっさです。それで、はい、今回ですね、うん、こちらのウールジャケット紹介します。アメリカの最古のアウトドアブランドって言われる、うんうん、はい、ということでね、はい、今回こちら、まあ、ウールリッチのね、うん、まあ、ジャケット紹介しようと思うんだけど、うん、まずこのどんなジャケットかというと、うん、まあ、こんなジャケットになってるんだけど、まあ、見た目シンプルで、うん、このチェックでかっこいい感じなんだけど、うん、これね、意外と肉厚で、うん、全然冬いけるという、そうね、まあ、中がさ、うん、ライナーとかないんだけど、うん、これすげえあったかいんです。あったかいよね、うん、でもこの前さ、これ普通に着てたの、うん、でこれ着て、うん、これジャケットなんだけど、インナーにしようと思って、うん、これ着て、そのカードのジャケット着たら、うん、熱っってあって、うん、もう速攻脱いだ。脱いだらさ、まあ、これ1枚になるじゃん、うん、それでも熱かったから、これ脱いでカーハート のジャケット着たら涼しいっていう。そうだから、これの相当防寒性って、これの防寒性すごいあるから、うん、今回冬ということで紹介していくんですけど、ね、まあ、ウーリッチというね、うん、ブランドをまず紹介していくんですけど、はい、すごい歴史は深いんですよね。めちゃくちゃ深いですよこれ、はい、でもね、アメリカの最古のアウトドアブランドって言われる、うん、ブランドでして、うん、じゃあ1830年創業、すごいねやばいよね、うん、まあ、うちらね、うん、ブランドいろいろ紹介してきてるけど、うん、多分200ぐらい。そんな言ってない。そんな言ってないんだけど。思っちゃってんのそれは。まあでも結構紹介してるんだよ。結構紹介してるよ。そう、うん、でもその中でも、うん、本当に1800前半前半はない、ね、っていうのはないから、うん、まあリーバイスでも1850年ぐらいだから、本当に古いねこれ。相当古いね。アメリカの本当服を作ったって言っても過言ではない、うん、服の歴史の始まりと言ってもいいぐらいのブランドですね、うん、でこれ1830年に、はい、ジョン・リッチっていう人が、うん、まあ、ペンシルベニア州で、まあ、創業したんですけど、うん、初めはね、毛織物工場を作ったのが、まあ、始まりと言われてます、うん、でその毛織物工場もアメリカ初の毛織物工場ということで、うん、だから本当に服の始まりなんだよね。そう、うん、特にだから毛織物だから、まあ、ウール製品の本当始まりっていう、ね、それからっていろんなウール製品出てるじゃん。出てるね。その始まりっても感慨深いね。感慨深いね、うん、それで、まあ、ウールリッチのね、代表的な、まあ、ものがありまして、うん、バッファローチェックっていうね、うん、赤と黒のチェックの、まあ、柄があるんだけど、うん、まあ、それをね、1850年に、はい、まあ、作ったのもウールリッチということで、うん、そう、であの赤黒のさ、うん、柄のチェックを作ったっていう、うん、そう、すごいよね。すごいよ。だって今となってはさ、うん、まあ、結構チェックの定番みたいな、定番みたいな話だね、じゃん、うん、それがもうウールリッチが最初っていうのが、そう、ほんとすごいよね。ね、うん、で去年さ、俺もそのハンティングジャケット、うん、ウーリッチのハンティングジャケット、まあ、紹介したんだけど、うん、それもさ、バッファローチェックのね、はい、まあ、柄になってるんだけど、うん、バッファローチェックのさ、なんでバッファローチェックっていうのっていう理由がさ、面白くてさ、うん、そう、そのバッファローチェックを開発したっていうか、まあ、デザインしたデザイナーがバッファローの群れを飼ってたっていうね。そう、ただ、ね、単純な理由だね。誰がつけるの？そっ、デザインした人はさ、うん、俺バッファロー飼ってるからバッファローチェックってつけるのか、うん、それがもうバッファロー超好きだったんじゃない？そうかな、うん、それかお前バッファローつけて飼ってるからお前のバッファローチェックでいいよみたいな感じなのかもしれないね、うんうん、まあなんかそういう名前の付け方さ、アメリカっぽいなみたいな、ね、なんかね、うん、そんなね、歴史もあるんだけど、うん、実はね、いろいろミリタリーとか、はい、まあ、軍にもね、関係してまして、うん、南北戦争、うん、第一次世界大戦、第二次世界大戦に軍にそのウール製品とか、うん、そのウールのブランケットとかも支給してるという、うん、そう、でも提供してるからさ、うん、そのやっぱり生地とかの、うん、まあ、信頼性がないと、うん、まあ、軍もさ、ね、選ばないじゃん。そう、だからそれが本当に品質が素晴らしいっていうのが分かるよね、うん、でウールリッチはさ、うん、その布だ、この毛織物もできるし、うん、そのジャケットとかウールの、うん、その製品も作れたから、うん、一括全部できるっていうのも、うん、軍から多分重宝されたんだろうね。確かにそうだね、うん、で今まで紹介してきたブランドが、うん、まあ、結構さ、第二次世界大戦に提供しましたとか、そうね、結構あったじゃん。あるね。だけどその第二次世界大戦、第一次世界大戦で、その前の南北戦争まで、うん、あの提供したで、すごい提供してたっていうのが、うん、もうすごいよねこれ。すごい、うん、初めて聞いたくらい、初めて聞いた、南北戦争提供してたのみたいな、やばいよね、ね、うん、まあ、そんなね、まあ、歴史の深い、うん、まあ、ウーリッチなんですけど、今回こちらの紹介する商品はですね、はい、1950年代の、うん、まあ、ウールのジャケットになります。そう、これ50年代なのみたいな。そう、見た目的に、見た目的に50年代ってさ、だってもう70年前、うん、そう、70年前、70歳ですよこれね。見た目すごい綺麗じゃない？そう、まあ、よく見れば、うん、まあ、虫食いとかあるんだけど、うん、でも全然もう今でも全然現役で使えるぐらいの、現役だよ。70歳でも超可愛いじゃんね。このチェックの柄とかさ、うん、色のパターンすげえいいよね。やばいよ、うん、これで今回だから冬物のジャケット、まあ、皆さんに紹介したいと思って、はい、このかっこいいジャケットをね、うん、紹介していくんですけど、はい、まずはディティールか見ていきましょうか。はい、うん、まず生地からいくんですけど、はい、これもう生地ね、やっぱウール 100% になってて、うん、もう結構厚いんですよこれ。厚いね、これね。普
通に見た目だとねあんま分かんないかもしれないけど、うん、なかなかの厚さです。そうね、しかもさ、うん、このちゃんと目が詰まったこのウールの感じ、うん、ね、うん、今でこれさ作ったら結構高いと思うよ。高い ね, ねだいぶ高いね。このウールの生地感で、うん、このジャケットって言ったら相当お値段するよね。そうだね、うんうん、ポケットがね前に4つあって、まあ、腰部分、まあ、これハンドボーンポケットかな、はい、まあ、手を温めるためのポケットがあって、うん、で胸部分にはねこうフラップポケットがね、はい、2個ついてます、うん、でこっちはねちょっとボタンが1個ないんだけど、うん、まあ、普通にこう2個ボタンがついてるという、これなんか珍しいよね。ね、普通まあ1個でいいかなって感じだけどさ、うん、2個ついてんだよね。だから本当になんか昔のディテールっていう か,、うん、なんか今ではあんまないよ ね省略しそうだもんね、1個でいいじゃんみたいな、うん、ね、もったいないしみたいなね。これがなんかデザイン性あってちょっと可愛いけどね、うん、ボタンもねちょっと特徴的で、うん、まあ、猫目ボタンっぽいけどなんかこうなんていうの、猫目ボタンはさもっとこう、うん、角がさ、うん、スッてこうシュッてなってるけど、うん、これはこう丸くなってるんだよね、うん、猫目ボタンと同じ役割だと思うんだけど、うん、中の糸がねこう擦れないように、うん、で糸が切れないようにこういうディティールになってます、はい、うん、で後ろはもう本当に何もない、うん、こんな感じで特にねこういう腰もさ、うん、なくて普通にボックスタイプのね、うん、こうジャケットになってます、はい、で袖部分なんだけど、うん、袖部分もねボタンが2個ついてます、はい、これもね2個あんだみたいな感じで、うん、正直使う分にはね、うん、2個いらないなと思う。確かにね2回外そうと思ったらあもう1個あんの、結構なんかウールだから硬いんだよね。そうそうそう、うん、外しにくいってなるけど、うん、デザイン性ではね可愛いですこれ。そうね、うんうん、意外とこういうディティール凝ってんだよねやっぱり。凝ってる、古いものだから、うん、であと何といっても、うん、まあ、この色合い、色合いだね。そう、ちょっと緑が入ってるっていうのがいいんだよこれ。わかる、このラインがね、うん、こうオレンジが俺好きだから、うん、わかる、このブラウンっていうかオレンジっぽいちょっとブラウンみたいなの好きだから、うん、すごいね、うん、これめちゃめちゃいいんですよ ね、うん、はい、ということでね簡単にディティール見てきたんですけど、うん、まあ、着ないとわかんないから見ていきましょう、うん、はい、はい、ということで、はい、見たんですけど、うん、かっこいいね。かっこいいですね、これ、うん、まあ、俺からまずコーデ見ていこうと思うんだけど、うん、まず下から、うん、まあ、US ネイビーのサービスシューズ入って、うん、レッドキャップの PT20 入ってから、うん、中にね、うん、そのフレンチワークジャケット着て、まあ、これ着てみたんだけど、うん、やっぱこのさ、うん、チェックがちょっと可愛い感じだから、うん、まあ、下はカッチリめでいいかなと思ったんで、うん、まあ、カッチリめしてみたんですけど、うん、やっぱね、これ1枚でやっぱあったかい。まあ、あったかいよね、これ、うん、普通になんかどんどん熱くなる感じだから、うん、着てると、うん、意外と中が薄くてもいけんじゃないかっていう、うんうん、感じでした。であとね、ウールだからさ、うん、やっぱりちょっと冬感が出るじゃん。そう、それがあるね、うん、だからなんかすごい
やっぱいいなみたいな、まあ、夏の時はさなんかすげえ冬服着てみたいな、もう全然着飾れないじゃん、そうだね、でやっとウール着れるみたいな、わかる感じで、ちょっとウールね着るとやっぱり冬感出てすごいやっぱいいなって思っちゃうね、確かにね、季節感は本当に大事だね、続いて俺なんですけど、ナイキのワッフルトレーナー履いて、下にペインターパンツ、白のペインターパンツ履いて、黒のパーカー着まして、これを着てみたんですけど、タクトってね、まあ、対照的に結構まあラフめに、そうね、そうスニーカーでちょっと 下ワイドのパンツ履いて、ちょっとねストリート寄りにちょっとラフな感じで、まあ、いつもこれなんだけど、まあ、そんな感じで着てみたんですけど、やっぱりなんかすごいさっき言ったように季節感っていうか、そうだね、なんかいいねってなっちゃうね、で本当なんかワークアイテムにも合うし、なんかストリートアイテムにも合うし、確かに、意外とストリート合わないかなと思ったけど、全然合うね、なんかストリートすぎなくなるじゃん、そうなんか調和されて、ね、なんかストリート感っていうか、まあ、ストリートもありつつ、なんかちょっと落ち着いた雰囲気になるっていうか、そう、ね、まあ、結構柄にもよると思うんだけど、これはすごい落ち着いてるカラーだし、そうね、まあ、上の素材感がそうなんだ、しかも、合わせやすいし、めちゃめちゃおすすめですね。ね。でね、ウルリッチのね、まあ、今回このジャケット紹介したんだけど、結構古着だからさ、そう、これが欲しいって言ってもなかなか見つからない。まあそうだね、これは見つからないと思う。なかなか。だけど、まあ、古着とか言ったらさ、まあ、ウルリッチのまあジャケットだったり、結構あるよね。ある。そう、シャツジャケットとか、まあ、これは結構ジャケット目なんだよね。なんかポケットがあるから、まあ、ジャケットっていう部類なんだけど、ポケットなかったりして、若干薄めのやつは、シャツジャケットみたいな。シャツジャケットみたいなやつあるね。それは結構インナーとして着れるから、結構いいと思うんだよね。ね。で、あとさ、デザインもさ、本当にいろんなのあるじゃん、まあ、この色じゃなくても、例えば赤とか、まあ、いろんな混ざってて、それもなんか古着屋行ってさ、あのどれがいいかなってさ、探すとすごい楽しいかも、しかもウルリッチはなんか、結構古めのやつでも、意外とそんなお値段しないとか、ね、これ50年代だもんね、そんなしないもんね、なんでね、まあ、古着屋行った時に探してみてください、はい、ということで今回はですね、この冬にちょっとおすすめのジャケット、このウルリッチのジャケット紹介してみたんですけど、グッドボタンとコメントねくださるとうちらモチベーション上がるんで、よかったらお願いします。あと Twitter、Instagram、あと TikTok 始めたんで、よかったらフォローお願いします。チャンネル登録済ましてない方はチャンネル登録ぜひぜひお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイ。